フクロウオオカミの骨格フクロウオオカミはオーストラリアのタスマニア島に生息していた哺乳類、フクロネコメの大型肉食獣。1936年に絶滅。英語では一般的にサイラシンと呼ばれる。タスマニアオオカミの別名があるほか、背中に虎を思わせる縞模様があることからタスマニアタイガーとも呼ばれる。有体類ではありながら、 狼にあたるニッチを占めている。いわば、袋を持つ狼であり、修練進化の代表例として、しばしば取り上げられる。袋狼の剥製。国立科学博物館の展示。本種は400万年前に、初めて出現したが、袋狼科の多種の出現は、中心予初期にまで遡り、1990年代前半から、これまでに少なくとも7種の化石が、オーストラリア。 クイーンズランド州北東部のローンヒル国立公園で見つかっている。見つかっている7の化石種の中で最も古いのが2300万年前に出現したニンバシネス・ディクソニーで、それ以降の時代の同化の種よりは非常に小さかった。最大種は体重 57kg に達したとされるサレイサイネス、メルジリアニーでダイアウルフの一種、CD ギルデジェに近い大きさであった。 その次に大きかったサレイサイネスポーテンズは大陸狼ほどの大きさにもなり、7種のうちでは唯一中心予後期まで生き延びた。後新予と関心予にかけては本記事で扱う袋狼が多数ではないものの、オーストラリアとニューギニア全土に広く分布していたと考えられている。終練進化の一例として挙げられる本種は、 北半球に生息するイヌ科の種と、鋭い歯や強力の顎、修行性や基本的な体の構造など、様々な類似点を持っている。イヌ科の種がよそで占めているようなニッチを、本種はオーストラリアにおいて占めていたため、それぞれに通った特徴を獲得したのである。それにもかかわらず本種は、北半球のどんな捕食者とも遺伝的に近縁ではない。広い草原や森を、 主な生息地としていた。単独、または、つがいで行動し、日中は木や岩の陰で過ごし、日が暮れてから狩りに出かけた。ワラビーなどの小型哺乳類を主に捕食していたと考えられている。もともとフクロウオカミは、オーストラリア大陸やニューギニア島を含めた、オーストラリア区一帯に生息していたが、3万年前、人類が進出してくると、 人類やその家畜だったディンゴとの獲物をめぐる競争に、敗れ、人類の到達が遅くディンゴの生息しなかったタスマニア島のみに生き残ることになった。この状況はタスマニアデビルも同様であった。大航海時代が訪れ、ヨーロッパから入植者が住み着くようになると、彼らの羊などの家畜を襲うフクロオ,オカミを目の敵にした。 1888年から1909年までは検証金がかけられ、2184頭もの袋狼が虐殺されたという。1930年に唯一と思われる野生個体が射殺され、ついでロンドン動物園の飼育個体が死亡し、絶滅したと思われたが、1933年野生個体が再度捕獲。ホバートの動物園に移されるも、 1936年に死亡し、絶滅となった。それ以降もたびたび目撃情報があり、タスマニア大学の研究チームなどによる生存調査も実施されているが、映像や死骸等の物的証拠がなく、確実な証拠はない。目撃報告も、リンゴ、フクロギツネ、外国から持ち込まれた外来種である赤ギツネの5人も含まれているとみられる。このため、 大半の野生動物の専門家は、袋狼の生存説には、否定的である。ありがとうございます。